はいどうも、トゥーランドブリューの時間です。はい、近畿にある五芒星は外敵から国を守るための結界だった。日本の国防一手になった天才的なレイラインを作った意外すぎる人物について徹底考察していきます。ということで、はい、チャンネル登録40万人、うわ、本当にありがとうございます。ありがとうございます。やったー、いよいよいよ。皆さんおめでとうございます。本当にありがとうございます。いやー、30万人登録からの勢いがもうすごかったっすね。すごかったですね。ありがたいっすね。ねー、ということで本日は、うん、この後23時から、はい、40万人記念ライブ配信を、お朝まで、朝までしたいと思います。ドヒャヒャヒャー、ぜひ遊びに来てください。はい、そして YouTube では絶対に言えない1年に一度のガチのトークライブをね、はい、いよいよ残り2週間を切りました。だいぶ近づいてきたね。ねえ、まだチケット買ってないよという方は、うん、概要欄もしくはコメント欄からオンラインチケットをチェックしてください。ぜひぜひお願いします。ということで、はい、本日も日本のレイラインシリーズでございますよ。あ、続きや続きや。そう、ね、前回に引き続き日本の神社が作り出す結界についての考察をしていきたいと思います。はい、で今回の動画は、うん、1928年に竹内清丸氏が公開した茨城県の竹内文書ではなく、竹内を救えの73代目を自称する、うん、竹内睦弘さんが受け継いだ口伝を、うん、でベースに考察していきます。はい、まあ、今回の動画を全力で楽しみたいという方は、うんうん、日本神話古事記のことがね一気にガツンと分かる、うんうん、まあ、こちらの動画と、はい、ね、こちらの正統竹内文書シリーズ、うんうん、そして全てがつながる超大作、浦島太郎考察シリーズをご覧ください。はい、まあ、これらのシリーズは全てね概要欄に貼っておきますね。お願いします。さて、前回の動画ではね、うん、神社の建立というのがね国家プロジェクトとして、うん、まあ、緻密な調査に基づきね作られており、うん、それらのプロジェクトは陰陽五行思想をベースにして、はいはい、ね、陰薬な木から守るための結界になってるんじゃないかっていうね、そういうお話をしてきましたよね。うん、まあ、富士山の噴火を抑えるために表鬼門から裏鬼門にかけて神社を配置したり、うん、ね、徳川幕府が本拠地の江戸城を守るために鬼門と裏鬼門の位置に比叡神社と神田神社を作ってましたよね。うんうんうん。さらに陰陽道のシンボルとも言える魔除けの呪符である五芒星を使って、はい、ね、近畿地方にバカでかい結界が張られてるんじゃないかっていうね、うん、そういうお話もしてきましたよね。うんうん。でその結界の中心には、まあ、平城京があったわけですけども、うん、果たしてその五芒星を使って平城京に結界を張った人物は、うん、まあ、一体誰だったのでしょうか。誰なんでしょうか。そう、そしてそうまでして結界を張らなければならない外敵と、うん、一体誰だったのでしょうか。平城京を守る五芒星の結界、大和を中心としたね、この五芒星の結界を作った人物が、うん、誰なのかを考えた時、うん、その候補者として一番可能性が高いのが、うん、各頂点にある神社を建立した人物ですよね。五芒星の先っちょの神社ですよね、うんうん、でこの五芒星がかなりの精度で作られていることを考えると、うん、まあ、偶然五芒星ができたというよりは、うん、この五芒星になるようにその地に作られていったはずなんですよ、うんうん、つまり各地域にね、それぞれの神社を作るように指示した人物こそが、うん、結界を張った張本人だと、はい、言えそうなんですわね。そうなりそうですね。しかし各神社を作ることを指示した人物については、うん、まあ、記録がほとんどないと。あら、だから特定することが困難なんですよ。その上で、うん、各神社の創建年代を見ていくと、うん、五芒星の頂点の一つである元伊勢内宮皇太神社の由緒書きに一つのヒントが記されています。はい、この皇太神社の由緒書きによると、崇神天皇39年に、うん、元伊勢内宮皇太神社が建立され、うん、その後崇仁天皇26年に現在の伊勢神宮の場所に遷宮したと書かれてるんですね。ほうほうほう。この年代から考えると、元伊勢内宮皇太神社は崇仁天皇が、うん、伊勢神宮への遷都は崇仁天皇がやったよと、関わったよと由緒書きには書かれてる。うんうんうん。また熊野本宮大社は崇仁天皇65年に建立されたと言われているため、うん、こち
ちらも崇神天皇が、まあ、建立に関わっていそうですよね。うんうんうん。まあ、崇神天皇の時代やからね。ね。イザナギ神宮は、危機によると、うん、神代の時代に作られたとされているので、ほー。まあ、創建年代は不明となってるんですよ。古そうですね。そう。誰の治世に作られたかは一切不明だと。で、これらの情報からわかることは、第10代崇神天皇、第11代崇仁天皇の治世で、この五芒星が作られた。まあ、可能性が高いよね、ということなんですよね。うんうんうん。しかし、古代の日本は、統治王と宰相王が二人ワンセットで、日本を統治していたよ。っていうのが、政党竹内文書の、ベースの話やったじゃないですか。うん、そうやったっすね。で他のコシコデを見ていっても、前から宰相王的な女神の存在が隠されていると。はい。で、まあ、この二人ワンセットのことを考えると、まあ、神社の建立は、女性宰相王がね、取り仕切っていた可能性が高いので、高いですね。まあ、崇神天皇の時代に作られたからといって、神社の建立を指揮したのが、崇神天皇であるともね、まあ、断言できないわけですよ。確かに。そう。ただし、まあ、これらの記述から推測すると、まあ、おおよその年代は絞れますよね。うんうん。まあ、古事記によると、崇神天皇39年が紀元前59年。ね、崇仁天皇26年が紀元前4年頃の出来事だと考えられていますからね。うん。もちろんこの年代には諸説ありますけども、まあ、古事記の情報を踏まえて考えると、弥生時代中期頃には、まあ、近畿地方においてかなり精度の高いね、測量技術を持って、この五芒星の結界が作られたと。いうことになるんですよ。そうですね。でも、ここで一つ疑問が生まれます。ほら。この五芒星の真ん中にあった平城京は、西暦710年に遷都された都でしたよね。うんうんうん。そうなるとね、紀元前59年とか、紀元前4年には、ね、何も存在してないわけですよ。ほんまや。そんな五芒星作って、何を守ろうとしとってんの？真ん中何もあらへんぞ。あらへんぞと。空洞やないかと。で、魔除けの呪符として五芒星が使われたのだとしたら、五芒星の内側に守りたいものを配置してるはずやんかと。まあその辺謎なんですけども、ここでこの五芒星の内側にできている五角形に注目してみましょう。ここですね、このラインですね。はいはいはい。この図を見てみると、五芒星の内側にできた五角形の各頂点にも重要なね、寺社仏閣があることがわかるんですね。ほんまやね。五芒星の内側の五角形の頂点にまで重要な寺社が存在していたとなると、ますます計算されて作られた説がね、ちょっと濃厚になってきませんかと。もうそう、綺麗にあったもんね。そう。この五角形の頂点に来るのは、愛国神社、宝生寺、仁徳天皇陵、鴨神社、下鴨神社の5つなんです。この五角形の寺社と五芒星の頂点にある神社のね、創建された年代が同じ時代やったとしたら、その時代の人物がいよいよこの結界を作り出した人物だと、いうことになりそうですよね。なってくるね。それではこれらの神社ができた時期は、まあ、いつ頃だったのでしょうか。愛国神社はね、社殿によると西暦658年に創建されたと伝えられています。はい。で、宝生寺は天武天皇の治世に作られ、仁徳天皇陵は出土している埴輪とか末期の特徴から、まあ、5世紀後半頃のものだろうと、まあ、推測されてるんですね。また下鴨神社は崇神天皇7年の紀元前90年に神社の修繕が行われたよという記録が残っているので、少なくとも崇神天皇の治世にはもう存在していたということがわかります。そうやね。で、鴨神社は創建年代不明やけども、鴨神社を中心に200メートル四方に鴨遺跡というのが見つかっていて、この鴨遺跡はなんと旧石器時代から平安時代の集落跡で、最盛期は弥生時代中期頃だと言われてるんですね。古いね。古いのよ。このようにね、5つの寺社の創建年代はバラバラで、全ての寺社仏閣がね、同一人物によって作られたというわけではなさそうなんですよね。そうなると、この五芒星の結界は、まあ一人の人物によって作られたものじゃないんじゃないかと、ありますよね。ね、年代バラバラなわけ。そう。ね、紀元前1世紀から6世紀頃まで生きた人物がいたら、話は別ですけども、長いき。まあ竹の内のスクネリでも無理やと。ちょっと足らん。足らへん。だいぶ足らん。となると、この結界は、計画した人物と、それをもとに施工した人物が違うと、いうことになりそうですよね。まさに時代を股にかけた一大国家プロジェクトに、まあ、なるわけなんですけども。そうやね。まあでもね、大きな謎が残ってるんですよね。大きな謎。その時代に作ったとすれば、この五芒星の結界を計画した人物は、一体何を守ろうとしていたのかって話ですよね。そうね。和国大乱と邪馬台国、
五芒星の結界を張った人物を特定するためには、うん、五芒星が作られた当時の日本の情報がね、うんうん、必要ですよね。そうね。飛鳥時代以前の日本国内の記録っていうのは、うん、まあ、ほとんど残ってないんですけども、うん、当時の日本、倭国が交流をしていた中国の魏の歴史書、魏志倭人伝には、はいはい、当時の日本のことを記すね、うん、貴重な記述が残ってるんです。うんうん、で、魏志倭人伝によると、当時の倭国をこのように書いてます。うん、男子を王として、7、80年を経たが、倭国全体で長期間にわたる騒乱が起こった。そこで、卑弥呼という一人の女子を王に協力することによって、ようやく混乱を鎮めたのだと。うんうん、当時の倭国を治めていたのは、男の王様で、まあ、男の王様の時代にね、起こったこの大乱を、まあ、上卑弥呼が治めたよ。うん、まあ、これが有名なね、倭国大乱というやつですね。うんうん、そしてこの倭国大乱を鎮めた卑弥呼については、うん、まあ、このように書かれているんですよ。はい、卑弥呼は軌道に仕え、州を惑わして、年長で夫はおらず、弟が国政補佐して、王となって以来、人と会うことは少なかった。まあ、軌道というのはね、不思議な力ですよね。うんうん、まあ、呪術みたいなね、うん。そういうことを指します。はい、まあ、海外の人から見た目線ですけどね。うん、つまり卑弥呼は、不思議なまじないの力を使って、国を治めていたということになるわけですけども、うん、ね、呪術を用いて国を治めたと言われると、卑弥呼がね、この五芒星の結界を計画した人物だとしても、うん、違和感ないような話でもあるよね。そうなってくるよね。そう。で、この魏志倭人伝が書いてる日本の様子というのは、うん、リアルタイムの倭国の様子を書いたわけではなく、うん、伝え聞いた倭国の様子を後年にまとめて作られたものだと。言われてるんですよ。そのため倭国大乱が7、80年続いて、それを治めたのが上卑弥呼であり、238年に真偽倭王の称号を送ったという記述は、倭国大乱から100年くらいの倭国をまとめて記録ということが言えます。そして魏志倭人伝には慶初2年に卑弥呼に真偽倭王の称号を与えたという記述がありますけども、これは西暦238年と言われてます。うんうん、でも倭国大乱がどの時期に始まって卑弥呼がどのタイミングで上位になったのかははっきりとは分からないんですけども、うん、少なくとも西暦238年には、うん、卑弥呼さんが女王としてね、うん、倭国を治めていたことが分かります。はいはいはい。で、五芒星を形作るレイラインが作られた創建は崇神天皇と崇仁天皇の時代でしたよね。うんうん、これは古事記から読み解いたら、まあ、紀元前59年から紀元前4年の間の出来事と考えられました。はい、つまり卑弥呼は創建から200年以上後の人物ということになってしまいます。うんうんうん、時代を考えると、どうやら卑弥呼も五芒星の結界とは、まあ、関係のない人物のようにも思えますよね。うん、ところがね、ここで考えなければいけないことがあります。お、それが古事記に書かれている年代が本当に正しいのかということでございます。はい、古事記がね、その文章の中で、うん、まあ、参考にしたよ、元にしたよとはっきり書いてる、うん、帝王棺という書物、うんうん、ね、そういうのがあるんですけども、その帝王棺からなる正統竹内文書の伝承者である竹内睦弘氏は、古事記は重要な情報を敵から隠すために、うん、年代をわざとずらして書いているよとおっしゃってたんですね。ありましたね。まあ、これまでね、トゥーランドブログでも、うん、まあ、古事記を含めて様々な古史古伝を扱ってきましたけども、うん、古事記はね、本当に上手にね、うん、大事な情報を暗号にしてるかのようなね、うん、そういう構成でしたよね。はいはいはい。まあ、神様の系図をダブらせていったりとか、うん、ちょっとずらしてたりとか、うん、書き換えてんじゃねえとか、これ同じ出来事じゃねえとか、はいはいはい、まあ、いろいろあったやんか。うまいことやってるんだね。そう、天照大神から神武天皇まで連なる神々を何百年にもわたる物語という風にしてましたけども、うん、で、別の古史古伝では、まあ、それらのこの物語が実は100年にも満たない期間の出来事だったと、うん、いうことは書いてたりね、はい、伝わってるわけですよ。うん、もちろん古事記日本書紀が日本の正史である以上、うん、まあ、その他の古史古での情報は嘘ということになってしまいますけども、うん、まあ、一つの説として考察するにはね、十分な情報ですよね。まあ、そうね。それではね、古事記が意図的にずらした年代を正確に読み解いていくと、うん、一体何がわかるのでしょうか。おー、正統竹内文書における卑弥呼の存在。正統竹内文書の伝承者、竹内睦弘氏は、著書の中で、帝王棺に伝わる正しい年代を公表しているんです。うんうん。それによるとね、神武天皇の即位は、本当は紀元前660年ではなく、西暦57年だよと、言うてはるわけですよ。はいはい。日本書紀では、神武天皇から、崇神天皇までの10代は、異様に在年数が長くね、書かれてるんですよね。これに対して、竹内睦弘氏は、これはね、日本書紀が当時の中国、唐に向けて、うん、日本が強大な国であり、
簡単には勝てないぞと思わせるために作られた歴史書だという側面があり、はい、ね、中国の皇帝はもう長寿に憧れてたからね、それを逆手に取った情報戦だった。あー、なるほどね、まあ、そう言ってるんですね、まあ、そのため最初の10代の天皇の多くは100年以上生きたよという記録になってるんですけども、まあ、実際はそうではなかったと。なかっただろうね、話されてるんですね。はい、まあ、暦も現在とはね、こう数え方が違ってるため、まあ、現在の暦でいうところの半年が1年だと、まあ、カウントしており、まあ、当時の人たちが長寿に見えるというからくりをねしてたわけですよ。なってるんすね。さらにね、五芒星の頂点を形作るね、霊来の神社が崇神天皇と水仁天皇の時代に作られたっていう、そういう話先ほどお伝えしましたけども、聖徒竹内文書によると崇神天皇の即位が220年、水仁天皇の即位が254年として、水仁天皇の後の慶光天皇は、西暦304年に即位しているとほうなってるんですね。なるほど。でこれらの情報を元に考えると、五芒星の結界が作られた崇神天皇と、水仁天皇の時代というのは、西暦220年から304年までの間であるのですけども、そうなってくると、ね、230何年とかの卑弥呼の時代に重なってくるわけですよ。なるほどね。完全に重なってくる。その間やとね。そう、卑弥呼が魏から秦魏倭王の称号をもらっていたのは西暦238年ですよ。崇神天皇の即位が220年、崇神天皇が254年ですから、間やね、かぶってますね。はいはいはい。つまり崇神天皇の治世の時に、この卑弥呼は倭国大乱を鎮めたと、ということになるわけですよ。まあ、この辺の考察は、まあ、浦島太郎ファイナルでもねがっつりやってますのでこれも見てほしいんですけども、ね、五芒星の頂点である元伊勢内宮皇大神社、熊野本宮大社、伊勢神宮は崇神天皇とその後の水仁天皇の時代に作られていますよね。だからこれまた年代的にも、ね、この五芒星が作られた時代と卑弥呼の治世の世がねはー、ドンピシャにはまってくんねん。全部どんどんはまってきた。そう、さらに岸和神殿の記録を見ると、はい、南に行くと邪馬台国に至る、女王が都とするところなり、ほう、ね、海や川を進んで10日、陸から進んだら1ヶ月かかるよと、で、漢には育目という人物がいて、次は御巻、次は御巻という人がいたよ、そういうふうな記述があるんですよ。これは邪馬台国の場所を書いた一文なんですけれども、その後に書かれた、ね、漢には育目や、次は御巻というね部分なんですけども、これは邪馬台国の長官が生馬という人物であり、時間が御巻という人物であるよと、いうことは魏志倭人伝に書かれている。書いてると。ただね、これらの人物は聖徒竹内文書では崇神天皇と水仁天皇のことだよと、伝えられてるんですね。あらあらあら。実際にね、危機でも崇神天皇の本名はね、御巻入彦、水仁天皇の本名は育目入彦とされてるんです。あらららららら。それぞれの名前が魏志倭人伝に登場していることからも、あ、まあ、この年代にね、崇神天皇と次の水仁天皇がいたことが分かると。名前一緒やもん、ね。聖徒竹内文書では伝えてる。はあ。ね、魏志倭人伝では長官が水仁天皇で、時間が水仁天皇になってるので、まあ、長官の時間は何かの間違いなのか、逆にして書いてはいるけれども、この二人が女王卑弥呼の側近として、描かれてるわけですわ。生きてるわけですね。そう。まあ、古事記の記述からやったら絶対にここって見えてこないけど、まあ、絶対ずれてるわけやもんね。そう。でも天皇を側近として書くのは不自然な感じがしますけども、思い出してほしいのが、まあ、当時の国は統治王と宰相のスタイルでしたよね。はい、で権力として上なのは女性宰相だったから、ね、そう考えると筋が通るんですよ。そうですね。そう、つまり宰相の卑弥呼の方が天皇よりも上座に座るわけですから、まあ、海外の人から見ると、まあ、崇神天皇とかその次に偉いこの水仁天皇とかが側近として描かれてるっていうことにも整合性が取れてくるんですよ。ね、そうなるよね。そう。で、この卑弥呼は崇神天皇の時代の宰相だったわけですけども、はい、聖徒竹内文書ではその名前まで明かされています。それが僕たちも考察してきた、大和友元姫の命です。やったね。そう。卑弥呼は百祖姫だと。百祖姫は高原天皇の時代に宰相になり、ね、倭国大乱を鎮めた後、開化天皇、
崇神天皇、水仁天皇とね、おばあちゃんになって4代にわたって宰相を務めたと正統竹内文書で伝えられてるんですね。うんうん。で、光源天皇の即位は帝王質疑、まあ正統竹内文書によると西暦186年なので、うん、水仁天皇の即位254年までの68年間もの間、うん、まあ、祭祀を務めたことになるわけですよ、ね、すごい長い間。そう、そして卑弥呼亡き後、うん、国内がまた荒れたそうですけども、伊予と呼ばれる女性が13歳で女王になったことで、うん、再び、ね、戦乱の世が収まったと書かれています。はい、この伊予は豊という読み方もできて、うん、その正体が崇神天皇の娘とされる、うん、豊助入姫の命だというのが正統竹内文書における見解なんですね。はいはいはい。じゃあね、ここまでの情報をまとめてみましょう。はい。で、五芒星の結界は崇神天皇と水仁天皇の時代に作られていました。うんうん。で、正統竹内文書に伝わる帝王質疑によると、その時代は西暦220年から西暦304年となっています。はい。崇神天皇、水仁天皇の時代の卑弥呼は大和友桃祖姫と豊助入姫でした。そして桃祖姫が卑弥呼だった時代に和国対談を鎮めたことで、うん、238年に真偽和王の称号が送られてきたと。そして最終だった桃祖姫は再び和国が荒れないように和国を呪術による結界で守るために計画し、うん、崇神天皇、水仁天皇の時代、最終だった豊助入姫を中心に、うん、それらの霊雷を完成させたのではないかっていう、はそういう流れにパチンとはまるわけですよ。なるほど、パーンいくね。パーンってね。7、80年間も続いた和国対乱で、うん、まあ国内はかなり荒れていたよね。そのために国の中枢である大和の地に結界を張り、うん、外敵から守ろうとしたというのは、うん、まあ説得力がありますよね。ありますね。さらに正統竹内文書では、うん、岸和神殿に書かれている邪馬台国がどこにあったかというのも口伝によって伝えられています。はい。それが奈良県桜井市にある纏向遺跡なんですね。まあ、この図で見たらわかるんですけども、がっつり五芒星のね、結界の内側にありますよね。内側にごっつりおるね。ね、さっきもお伝えしたように、卑弥呼は祭祀王のことを指した呼称です。うんうん。そのため、桃祖姫の前にも、もちろん祭祀王は存在していたと考えられます。桃祖姫は和国大乱真っ只中の祭祀王ということですね。うんうん。で、正統竹内文書によると、和国大乱の真っ只中だった孝昭天皇、孝安天皇、孝霊天皇の時代は、九州地方に避難しており、うん、光源天皇の時代に大和の地にもう一度戻ってきたと。はいはい。邪馬台国がどこにあったのかという論争が未だにありますけども、その多くは奇襲説と畿内説なんですね。うんうん。この正統竹内文書の内容が事実だとしたら、うん、それはどっちも正しいということになるんですね。うんうん。移動してきたわけやから。そうね。で、この卑弥呼こと桃祖姫が作ったと考えられる五芒星の結界はかなりの精度で作られてましたよね。うん。そのため桃祖姫亡き後もこの結界内に都を置いて治世を行ったということが考えられるわけですよ。あ、そうなってくるよね。実際にこの五芒星の結界の中には、うん、飛鳥の清原の宮、はい、平城京、平安京が遷都されてます。うお、ね、平安京が遷都されたのが794年なので、うん、500年以上もの間日本の中枢を守ったね、うん、すんごい結界だとすごいいうことなんですよね。はあ。しかもこの五芒星の結界の中に作られたこれらの都を結ぶと、お、南北に直線上に並んでいることがわかるんですね。すごいよね。ほんまや。この南北に伸びるラインと元伊勢内宮皇大神社伊吹山をつなぐラインの交点にはなんと、お、陰陽師である、うん、安倍の生命の子孫、はい、土帝家の治める福井県、お、大井町が来るんですよ。陰陽師の総本山があると。はあ、その頂点には。そう、これはもう偶然ではないと、まあ、思っちゃいますよね。思っちゃいますよね。そう、卑弥呼こと桃祖姫のね、呪術を使った都市計画で、うん、五芒星の結界を張って畿内を守り、うん、まあ、後世の天皇たちはその結界を利用してきたと。はいはい。そしてその結界のメンテナンスを行う役割を陰陽師だったね、うん、例えば安倍の生命たちが行ったのかもしれませんよね、と。うわはぁ、まあ、そうなってくると、まあ、日本っていろいろ神風とかさ、はいはい、日本が守られてきたって歴史あったけれども、あったね、いろいろ。この結界の力って今でも残ってるわけやからね。そう、でも忘れされた場所とかにもいっぱいあったりするかもしれないから。確かに、まあ、今ここで改めてね、うん、こうやって日本を守ってきてくれたこの霊ラインっていうかね、うん、神社というか土地のこの大切さにね、こう着目してもいいのかなと、いや思うわけでございます。いやー、すげー、そんな結果
界があって。そう、すごくない？なんか日本ってものすごいもう、いっぱいあんな、結界が。ほんまやな、うん、大結界があって、そう。その頂点も大事でとかあって。日本ぐらいじゃない？その、要はレイラインとかがさ、うん、観光スポットなってんの。観光スポットなってるな。これがなんかすごい無宗教の国っていうのがおもろいよね。ああ、そうね。おのずおのずとみんな言ってるんやな。そう。日本の価値観でだから特殊で面白いなと思うんですけども、うん、本日はここまででございます。いやー、ぜひちょっとそういう土地にも目向けていけたら面白いよね。あ、いいですね。大事だと思います。ぜひね、皆さんの感想をコメントで聞かせてください。はい。そして面白かったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。はい。そして概要欄やコメント欄に、1年に1度しかない、うん、はい、ね、ガチのトークライブの詳細や、うん、僕らの SNS にもありますので、絶対にチェックしてみてください。はい。ぜひお願いします。またね、いち早く僕たちのニュースを配信しているトゥーランドビルグ公式 LINE も概要欄から登録できますので、はい、ぜひチェックお願いします。お願いします。まさきが大暴れね、大奮闘しているもう一つのチャンネル、うん、トゥーランドクエスト、略してトラクエモン、お大好評配信でございます。大冒険ビンビン。そして YouTube で話して裏側を話しているニコニコチャンネルプラスも、はい、概要欄にございます。はい、トゥーランド Vlog がいろんなことにチャレンジしておりますので、ぜひ見逃さないようチェックお願いいたします。お願いします。ということで本日はこの辺でございます。はい、またね、バイバイ。バイバイ。